バナナマン設楽さんが本田翼さん演じる主人公。あ、海の家いいですね。やっぱ TBS トピックス読んでみた。皆さんこんにちは、 TBS アナウンサー喜入智広です。まずは今回のラインナップです。ラスボス鬼の正体は、クセモノ揃いのキャスト陣解禁、マジックコーナーにおまけもあります。それではどうぞ。まずはこちら、ザ・鬼退治箱根夏の陣です。人間 VS 鬼の究極のシューティングサバイバル第7弾。今回もテレビで活躍中の人気アイドルや人気芸人、タレントをはじめトップアスリートなど総勢16名のプレイヤーが集合しました。記事を読んでいきます。今回の舞台は箱根。人気観光地に潜む鬼とプレイヤーとの激しい対決が待っています。また鬼の手先として今回も有名人たちが登場します。一体誰が登場するんでしょうか。そして案内人には設楽ことバナナマン設楽さんが今回も健在。各エリアから生き残ったプレイヤーたちは設楽が用意した関門に挑戦し、最後はラスボス鬼との決戦に挑みます。史上最強とも言われるラスボス鬼の正体とは一体誰なのか。ザ・鬼退治箱根夏の陣は8月31日水曜夜7時からの放送です。お見逃しなく。続いてはこちら、10月スタートの火曜ドラマ君の花になるです。本田翼さん演じる主人公と7人組ボーイズグループブルームの成長を通して描かれる青春&胸キュンラブコメディです。今回新たに宮野真守さん、内田有紀さん、竹中直人さん、夏木マリさんの出演が決まりました。記事読んでいきます。宮野真守さんはブルームのマネージャー添木健二役で、圧の強い笑顔とやたらキレのいい動きが特徴的なクセ強キャラを演じます。内田有紀さん演じる高坂すみれはブルームのライバルグループを無名の新人から一躍人気グループへと成長させた敏腕マネージャーです。竹中直人さん演じる神出鬼没な謎の事務所関係者トリニティ春日は、ブルームメンバーも偉い人らしいということしか知らない謎に包まれた人物です。どのように本田翼さん演じる飛鳥たちと関わっていくのか、予測不可能な展開が楽しみな役どころです。夏木マリさん演じる花巻エンターテインメントのやり手社長花巻ゆきは、とにかく無駄が嫌いで、スタッフはもちろんタレントにも甘えを許さない完璧主義の経営者です。新火曜ドラマ君の花になるは10月スタートです。お楽しみに。喜入のマジックしてみた1周年。さあ今回もマジックをやっていきます。バラバラのトランプ用意しました。これだからじゃあ1枚引いてください。自由にどうぞ、はい、何でもいいですかね。はい、じゃあこれで、はい、はい、じゃあそれを見せてください。いいですか、はい、では好きなところに返してください。はい、どこでもいいですよ。うん、ここあ、いいところ返しました。で今からこのカードを混ぜますと、混ぜるかと言いますと、これ表裏バラバラに混ぜます。キュッ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 。そうするとですね、こんな感じで表裏がもうバラバラになっています。でこの状態のトランプをですね、今から見ずに整えます。いきますよ。じゃあ背中側に回して整えていきます。しばらくね、ちょっと私の顔でお楽しみいただければと思いますけれども、はい、この夏は皆さん楽しい思い出はありましたか。夏らしいことできましたかね。海行ったりね、どうですか。私は今年はね、海には行けてないんですけれども、皆さんどうですかね、うん、あ、行った。そうですか。何しました。あ、海の家いいですね。やっぱそういうことですよね、夏休みってね。うんうん、あ、家にいた。まあね、そういう人もいますよね。なんか来年はね、みんなでね、こういうのできたりしたらいいですけどね。と言ってる間にですね、整いました。では、参ります。ご覧ください。トランプが揃って、揃って、揃っています。そして、なんと、1枚だけひっくり返っています。そのカードが、じゃん！おお、やということで TBS トピックス読んでみた喜入智広がお送りしました。バイバイ。うわ、ありがとうございます。嬉しい。ケーキ
を。ありがとうございます。29歳になりました。この1年は、そうだな、個人的には個人的にはですね、自分の時間をなんか充実させたい。ずっと仕事のこと考えてるんですよ。いい手の抜き方を覚えたいなって、やっぱ力みしかないので、そういうちょっとゆるふわな喜入智大をこの1年間はお送りしたいと思います。ゆるふわ。